ニュースまぐみです。片岡愛之助さんが頻繁に通う女性セラピストの存在が浮上しました。セラピストの知人によると、ただのマッサージではありません。施術によってオーラや魂が浄化されると歌っています。自らを魔女と称することもある50代の女性で、私はすごいパワーを持っていると豪語しているとのこと。施術は1時間のセッションで3万円とされ、ブログにはスピリチュアルなメッセージが並んでいます。妻ののりかさんも信頼している女性のようです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。